夕飯か、それ。唐揚げ弁当580円。今日私一人だから一人分作るのめんどくさいし。じゃあうちへおいでなさいましよ。私は二人分も三人分も同じでございます。そうすれば。いい、遠慮しとく。お前の飯なんか食えねえってよ。デパ地下の冷たい弁当のがマシって言われてんだよ、分かってんのか。ん何泣いてんだ子供みたいに。そんな塩分あんなら味付けにとっとけ。お邪魔させてください。お願いします。ごちそうさまでした。じゃあそろそろ。もう帰るのか。太郎が今梨切ってるぞ。もうお腹いっぱい、ごめんって言っといて。じゃあ送る。いいよ、隣なんだから。ミサオ。ああ、バッグ忘れた。これか。あ、ありがとう。ミサオ。今日。偶然だと思う？あいつは全部知っててミサオちゃんに近づいたんだよ。守備よく初恋の人にでもなれればことがうまく運ぶでしょ。当主になるのにもあらゆる手使ったらしいからね。思い出を利用するくらいあの野心の塊は平気でするよ。覚えてることは少ないけど、小さい頃の私は今日が大好きだった。毎日今日にくっついて回って、離れる時は大泣きして引き止めようとしたの覚えてる。でもそんな思い出を宝物のように思ってたのは私だけ。ミサオ、お前は俺と離れてた10年間、少しでも俺を思い出すことはなかったのか。今日は初恋の人だった。ずっと会いたいと思ってた。でもそれは何も知らなかったから。ないよ、一度もない。だから昔の話とかされても困るし、そういう人の嫁になんなきゃ死ぬって言うならそれでもいいよ。今日は私のこと好きじゃない、分かってたはずなのに、どうして今涙なんて出るの。ミッサオちゃん、あ、探しちゃったよ。屋上にいるなんて思わなかったからさ。ちょっと考え事してたから。どうしたの、なんか暗いね。なんでもない。あの天狗のこと考えてた。本当に好きなんだね。何言って。だってさ、俺があの話してからすっげえ凹んでるし、ショックだったんでしょ。違う、そういうんじゃない。じゃあ俺あいつ殺すけどいいよね。殺すって。あとさ、俺嫁にすんのにいちいち君の気持ちを待たないよ。邪魔者が消えればこうやって抱くからね。一応覚悟しといてよ。いや、離して。今日ちょうどいいや、勝負しようぜ。なあ。いいだろう。じゃあ遠慮なく。お前どこ狙う。危ねえ、タオ。今のは聞いたろ、内臓の一つも破裂したかな。お前ミサオを狙ったな。あんたが自分を盾にすんの分かってたからさ。殺す。顔もすんじゃん。今日、なんでこんな。
お前にいくら嫌われようと、お前は俺が守る。笑っちゃねえ、そういうな。まだそんな力が。こんなのは序の口だ。覚悟するんだな。待て。傷をつけるな。バカじゃないの。自分は傷だらけのくせに、こんな体で、こんなになるまで。どうして私をかばったりするの。いくら私が一族に必要な花嫁でも、自分が死んだら意味ないじゃない。お前がいなけりゃ、生きてる意味なんか。少し細めの指がだんだんと冷たくなって、もう私に触れない。もう京ちゃん、どうして遠くに行くの。ミサを置いてくの。ごめんね、ミサ。でもいつかきっと迎えに行くから。君を抱いても、キスですらも、俺たちは力をもらえる。君はそれほどの存在なんだ。これでいいの？なんでよ。目開けてよ。もっとだ、ミサオ。こんな、まるで愛されてるみたいなキス。今日、もうダメ。もう。じゃあ続けようか。続けられません。なんだよ、愛し合ってるならいいだろう。それとも何か、お前は好きでもない男とキスすんのか。あれは人工呼吸っていうか、私今日が本当に死ぬかと思う。悔しい、こんな泣かされて。お前さ、さっき俺のことを京ちゃんって呼ばなかったか。思い出したのか。うん。いくら小さかったとは言っても、俺が天狗だってことまで忘れてるなんてな。これは急に空が暗くなって、クズの葉と派手にやり合ったせいで、お前がここにいることが日本中のあやかしに知られたらしい。今に退去して押し寄せてくる。クズの葉も今一歩のところで取り逃した。
お前の前にまた現れるだろう。そんな。早いとこ覚悟決めて、俺のものになれよ。もう私、とっくに今日の手に囚われてる。